玉川徹がまさかの韓国批判、韓国軍の火器管制レーダー照射で本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で玉川徹さんが韓国軍による自衛隊に対する火器管制レーダーの照射に対して次のような発言をいたしました自衛隊で現場の捜査の誤りでこういうことをやってしまったときに自衛隊のトップもしくは政府が そのの現場の誤りをかばいますか世界に対して厳罰を発表しますよね。録音できるんだったらミサイルの発射だってできる。艦長がそんなことを指示していないのに、勝手に現場がミサイルの発射なんかしたら、軍として成り立たないじゃないですか。国際問題じゃ済まない。ミサイルを撃ってたらどうなりますか。だから艦長は少なくとも分かっている。 韓国政府はかばっていいるじゃないですかだったら一体だろうというふうに見える。国がかばうということになってしまったら国がやったのと一緒のこと。軍としてもまあいいやっていうふうに考えてるとしか思えない。あんまり教育で反日教育みたいなことをしていると何かがあった時に政府が止めたいと思っても軍なり国民がそれを許さないっていうか。 そういうふうになっちゃう危険性をものすごく僕は感じるんですよねとなっておりまして玉川さん普段は韓国などをよく擁護してるんですが今回ばかりは玉川さんですら擁護しようがない事件をですね韓国が韓国政府が韓国軍がしでかしてしまったと 理解され批判されれ批判ている模様ですこの韓国軍の韓国政府による日本に対する軍事的な恫喝は韓国が一言この事件を認めて謝罪をすれば済む話なのに何度も何度も二点三点する言い訳を繰り返し一度非公式には レーダーを照射した事実を認めて、日本側にですね、事実の隠蔽を要請していたにもかかわらず、防衛省が、日本政府がその対応をおかしいんじゃないかと言って、正式に公表して、謝罪を求めたところ、逆ギレして、日本のせいだとですね、嘘をつき、宣伝を始めると。こういった、 異常事態に陥ってしまっておりますので、ぜひとも日本のメディアマスコミの皆様には、この事件を通じて、いかに韓国政府が、韓国軍が、韓国が、異常事態に陥っているのか、国民の皆様にわかりやすく報道していただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました